皆さんこんにちは。ASAP ホープディセルプス運営者のトムと申します。本日は、私が持っているアウター全部紹介してみたという動画になります。アウターの定義といたしましては、これらのアイテムを着用してさらに上に羽織ることはないということを定義にしてアウターとしてご紹介させていただきます。ですので、これもアウターにはなるんですけれども、この上に着用することもあるので、これは除いています。絵的にはごちゃごちゃしちゃってるんですけれども、一点一点軽くご紹介させていただければなと思います。それでは早速ご紹介させていただきます。でこちらが、デウスエクスマキナというブランドの、コーチジャケットになっています。こちらは、春や秋に着用するジャケットになっていて、デウスエクスマキナのブランドがすごい好きで、サーフィンもたまにやるんですけれども、あとバイクであったりアパレルを扱っているブランドで、オーストラリア発祥のブランドなんですけれども、実際に以前オーストラリアに行った時にシドニーの店舗に実際に行ってみたりして、日本では原宿に店舗があります。で後ろはデウスエクスマキナのブランドを書いてあって、ここにモーターサイクルパーツ&サービスで、原宿の住所を書いてあります。でこちら M サイズを着用していて、さらっと着れるので、すごいお気に入りの商品です。でこちらがノースフェイスの2020年春夏新作のゴアテックスデニムコーチジャケットになります。一応購入してから2週間ほどで、まだ経年変化は特に見られません。で、デウスのコーチジャケットもあるので、ちょっと差別化が難しいんですけれども、ちょっとカラーは違ったりするので、デニムでまとめてみたり、ノースフェイスの商品でまとめてみたりといった形で、着用しています。でこちらはサイズは L サイズを着用しています。で、こちらがパタゴニアのレトロ X ジャケットになっています。で、レトロ X ジャケットは防風ジャケットになっていて、デザインも可愛らしくてお気に入りのアウターの一つです。ただちょっと雨とか降っている時は着用を控えていて、結構暖かいアウターにはなるので、11月下旬くらいから2月くらいまでの着用が、多いです。細かいレビューは、動画概要欄に貼ってありますので、もしご興味ある方いらっしゃれば、そちらから来ていただければなと思います。こういうボアの、アウターというのは、これしか持ってないので、結構リモフリースジャケットと似てるんですけれども、リモフリースの上にシェルとか着用することは多いんですけれども、レトロ X の上には着用はしないので、こちらはアウターとして、完全アウターとして着用しています。で、こちらがマウンテンライトデニムジャケットになります。こちらも2020年春夏の新作のモデルとなっています。で、こちらも2週間ほど経っていて、購入してから経っているんですけれども、特に経年変化は、見られません。マウンテンライトジャケットも持っているんですけれども、ゴアテックスインフィニアムの生地を使用していて、防水ではないんですけれども、このデニム感っていうのがすごいかっこいいなと個人的には思ったので、購入しました。でどんどん着ていって経年変化について後日、ご紹介させていただければなと思います。でこちらが、マウンテンライトジャケットになります。こちら2018年秋冬の、モデルの、ケルピタンっていうカラーになります。着用してから1年半ほど経っていて、結構撥水機能がなくなってきて来たので、後日洗濯して、撥水機能がどれくらい戻るかっていうのもご紹介させていただければなと思います。個人的にはこのケルプタンというカラーがすごい好きで、他のアウター見ていただけるとわかるかなと思うんですけど、少し暗めのアウターが多いので、こういった形で少し、明るいアウターも少し1点、欲しかったので重宝しています。サイズは L サイズ着用しております。でこちらがアークテリクスのベータ SV ジャケットになっています。こちらの動画の概要欄に別の動画で詳しくご紹介はさせていただいてるんですけれども、こちらはもう本当にハードシェルっていう形で、
SV のシビアのラクなんですけれども、すごいゴアテックスプロという、生地も使用されていて、ハイスペックなモデルとなっています。街着では全然ゴアテックスプロを使用するほどの、シーンはないので、ここまでのスペックは正直いらないとは思うんですけれども、このシンプルなシェルジャケットのデザインが、すごいかっこいいなと思ったので、購入しました。結構マウンテンライトジャケットって差別化が難しいんですけれども、こちらもカラーが黒なので、色によって使い分けたりしています。でこちらがノベルティのヌプシジャケットになります。でこちらは、XL サイズを着用しております。結構ストリートっぽく合わせたい感じ、ゆったりとした、シルエットでヌプシジャケットを着用することが多いです。でもう大体着用時期といたしましては12月頭くらいから、2月くらいまでかなといった印象で、寒くなってきた時に着用する機会が多いです。ヌプシに関してはもう昔からノースフェイスの定番のダウンジャケットで、1着は、欲しかったっていうのがあるのと、ゆったりとしたシルエットで合わせる用の、ダウンジャケットとして購入しました。でこちらがマウンテンダウンジャケットになります。2019年の秋冬モデルの、ニュートップになります。こちらはやはり、ゴアテックスを使用したダウンジャケットということで、やはり防水の、ダウンジャケットはこれ1着しかないので、悪天候の日とかは、これを着用するようにしています。カラーもこういった渋めのカラーで、個人的にデザインも好きなので、お気に入りのダウンジャケットでもあります。一応来年も、発売される予定みたいですので、もし気になる方がいらっしゃいましたらご購入していただければなと思います。でこちらがバルトロライトジャケットの2019年秋冬モデルのブラックになります。バルトロはもう暖かくてデザインがすごいかっこいいなと思っています。本当大人気の商品で、なかなか購入するの大変かなと思うんですけれども、値段の割にはコスパもいいですし、すごいおすすめのダウンジャケットです。やっぱ人気があるので結構人と被りがちなんですけれども、やはり、みんなが着ているだけあってすごい高機能でおすすめのダウンジャケットです。こちらがカナダグースのシャトーというモデルになります。日本では結構ジャスパーという品種、モデルが人気だと思うんですけれども、こちらは、世界で発売されているモデルになっています。でもう本当カナダグースは1年前くらいに結構発売され始めて、徐々に人気になってきたと思うんですけれども、やはり本当に暖かくて、本当寒がりな方にはおすすめのブランドかなと思います。横浜に住んでいて、なかなか2019年から2020年にかけてはかなり暖かかったので、着用は本当に2回くらいしかしてないんですけれども、新潟に行った時、いや本当寒い地域、豪雪地帯に行く時に着用しています。と、ロング丈の、ダウンは僕これしか持っていないので、そういった部分でも差別化しています。ということで、全体的に簡単にはご紹介させていただいたんですけれども、結構アウター10着もあるので、使い分けは難しいんですけれども、どうしても僕の場合はアウター1着買って、お気に入りのを買ってずっと着用していると、その分劣化とか汚れがついてしまったり、どっか擦ってしまって穴が開いてしまったりっていう部分で、どんどんダメージが出てくるのがすごい嫌なので、均等に使い分けていて、一個一個のダウンジャケットだったりっていう部分の汚れだったり傷などを抑えられればなと思って、いろいろ所有しています。あとは、カラーリングだったり、ロング丈、ショート丈であったり、ゆったりめなシルエットだったりっていう部分でアウターも使い分けて、ファッション、いろいろなコーディネートを、するように心がけています。各々、ダウンの紹介であったり、フリースの紹介だったり、マウンテンデニムシリーズの紹介の動画だったりっていう部分は別の動画で詳しくご紹介させていただいてますので、もしよろしければそちらご視聴していただければなと思います。ということで本日はもう自分が持っているアウターの紹介になります。
着用動画なども、ありますので、もしよろしければこちらからご確認いただければなと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。